チュ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 、おはじきやってまーす。レベル10 HP 見えるかな。120万、多いな多いな。早く終わらそう。おはじきはもう、おはじきは早く終わらせなきゃ。あ、いけるんじゃない。クロス天魔以外はあれだから、あの、育ててません。技レベル3、レベル50、全員ね、全員。でもそれでも結構ダメージいくけどね。あ、特殊能力モリモリだからこれ、まるまるモリモリという感じでしょう。倒したんじゃない。あ、倒したわ。 OK、 多分20万いくかいかないかぐらいはいけるね、このパーティーだったら。ちょっと途中で終わっちゃったけど、はい、OK、 全員特殊能力といった感じでしょう。これで多分強敵いけるんじゃないかな。いつもと一緒だよね多分違うの、違うのかな。多分いつもと一緒だと思うんだけど。はい、レベル10のハイタニさんね。林道、林道だっけ、ハイタニ、林道。これで倒したからいけるでちょ、いけるでちょ。これで倒して10回やったからご褒美で、ハイタニ、林道さん、あれかな、ラン姉ちゃん、ラン姉ちゃんの兄弟かな、ラン姉ちゃんの兄弟、これでゲットして、でこの子がいつも通り、特殊能力グビッと、あの、他のキャラの特殊能力グビッと上げるやつだから、これを入れてあげればいいんじゃないの。いつも通りで行くよ、もう。いつも通りで。あ、これでいいのか。これでいいのかな。これで、あれ今ゲットしたやつは、あ、これか。ちょ、これマイキー2体だからややこしいわ。うん。好きあり。好きあり。これでいいんじゃないの。ちょ、待って、これで倒せる。あの、イザナだっけ、イザナ、イザナだっけ、あってたわ、黒川イザナ。よし、黒川イザナ行こう。ちょっともう初見チャレンジだけど。で、封印がこれで多分されたでしょ、されてるね。 OK、 で強敵も倒してる、おはじきも終わってるっていう感じだね、いつも通り。で、下の強敵は明日やります。イザナさん倒します。いきましょう、ゴー。いつも通りならこれで倒せますね。はい、これで倒せなかったらちょっとだるいイベントだこれで倒せなかったらだるいイベントだね。まあ、多分さすがに大丈夫だと思うけど。で、HP は、HP は118、118、100。これマイキーのあれなのかな、一発でいけんのかな、大量消しいんのかな、大量消しいるかな、どうなんだろう。これ G までいく、怪しい怪しい。これでいくでしょ、これで倒せれば、まあまあ楽だけど。Ready, go! 2万人連れてこい！倒せるんかい！良きイベントだわ。良きイベント。OK, OK, 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 OK。あ、いけるやん。あ、マイキーワンパンね。吐く。マイキーワンパン吐く。なんかさ、前の、あの、酔ってるやついる？の方がなんか、俺的には好きかな。俺的にはね。まあ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 。まあ俺はあんま知らないから、通り部。そうなんだけど。ちょっと落ちるまで行くか、落ちるまで行くか。とりあえず落とさなきゃ話は始まらない。3万人連れてこい、来いよ、落ちてこい、もっと、いやいや、もう病気、もう病気かもしれない俺。よし、落ちたー、いいねいい、お、こいつ好きだわ、いいね。シンプルすぎるやろ、シンプルすぎるわ。オッケーってことで、いざナゲッツ、いざナゲッツしたから、軽く使おうかな。この、だ今回なんかそんなさ、あれじゃない？まあ、今更かもしれんけど、そんな強いキャラいなくね？なんかいなくね？まあ、まあ、このいざなさんまだ使える気がするから、はい、ちょっと使ってみまーす。はい、イザナさん使おうかな、ワイポイントアップ。一応育てた。レベルマックス、技レベルマックス。ランキルーが来た。ランキルーが来た。で、スキルもマックスにしたけど、なんか、スキル2は、おはじき12回だったわ。スキル2。ここが強いのに。ここ復活なんだよ。ここ復活だから、不気味でしょ？不気味の復活で使えるくない？デカプニを4つ作り、周囲を消すだし。不気味の復活ってあんま強いのいないのよ。トリプルゼータだと、この子だけかな、この土蜘蛛。土蜘蛛だけだったから、まあ、この子、まあ、スクワタでは強いけど、あんまりだから、あんまりだから、不気味の復活枠として、ちょっと全然使えるかもね。ちょっと不気味パでやるわ。確か、
1の4は強くなかった気がするから、いきましょう。グッ、イザナさん不気味復活枠ハーク、ちょっとまだ解放できてないけど、復活スキル解放できてないけど、まあこれでいいんじゃない。でやで、いや、デカポイネ降ってくるやつね。デカポイネ降ってくる。あ、いいですね。あ、いいですね。なんか、青いやつってあれだよね。フィーバーゲージグビだよね。あ、いいね。これでいいんじゃない。これ見てください。しても、スーパーヒーローは別にこれいらないレベルだけど、まあ一応打ちますか。一応打って、もうあとはあれでいいんじゃない。もうイザナさん連打でいいんじゃない。これデカポイネ降ってくるでしょ。あ、いいね。乱気流が来た。どんどん来ますね、これは。ランキングがデカポイネ降ってきてる。ああ、いいですね、いいですね。あとはもう連打すれば、あれかもね、技ーゲージ吸収とかの時、まあ使えるかもね。このデカポイネ4つを作るよね。技ゲージ吸収されてもすぐ貯めれるからね。何発撃つのこれ。これで復活。ああ、まあそんな感じだね。はい、まあ本当はこの子が復活持ってるからね。君復活枠、イザナさん使えるという感じかな。うん。こんぐらいよ、今回のイベントは。なんかそんなに強いキャラがいないから、さっきも言ったけど。マイキーがね、ウルトラ Z のマイキーがちょっともうちょっと強くてもよかったんじゃね。もうちょっとマイキー強くてもよかったんじゃないか。なんか前のやつの方が強くない？正直。トリプルゼータだけど。2万人連れてこい。スキルにもなんか微妙だったしね。前のマイキーの方があれだな。まあ、チフユ君も強いけどね。チフユ君も強いけど、まあ、トリプルゼータでは強いっていう感じかな。なんか、ひよってるやついるの方が強かったな。復活あって。うん。はい。そんな感じですね。まあ、そんなに今回は飛び抜けて強いキャラはいなかったといった感じです。ちょっとおまけでコインでも引こうかな。トーマンコインがあるから、俺さ、これさ、今3枚あるんだけど、第1弾の時に、これほとんど Z ランクしか出ないんだけど、ほとんど Z ランクなんだけど、なんか、確率の壁を乗り越えて、ダブルゼータのチフユ君出たんだよね。だから、ちょっと、出るんじゃないかなって、出るんじゃないかなっていうやつ。まあ、3枚あって、もう、前もあったし、まあ、3個でいこう。3個使うや。これで、ダブルゼータ以上が出れば、ベリーハッピー。あ。三角形。夏の大三角形だわ。ほらね、Z ランクでしょ ?Z ランクでしょ ?Z ランクでしょ ?Z ランクしか出ない!間違いございません!